そう、珍しくすっぴんなんでさ、そう、ちょっと肌荒れもめちゃくちゃしてるんですが、今日はね、そう、ちょっとあの実はね、今日は妹のね、私の妹の11歳のお誕生日なんです。そう、それで今日はあのお昼にね、お昼から夜にかけてなんですけど、家でね、バーベキューみたいな、まあ家でなんですけど外に出ないんで、そう、出れないんで、家でね、きっとバーベキューみたいになんかまあ楽しいことをたくさんやるので、ちょっとね、気合を入れるために一日中家にいるんですけど、メイクをする日なんですよ。そう、だからせっかくだから、そう、あの気合を入れるために今日はメイクするんですけど、せっかくなのでショールームで、そう、肌からね、もうすべてからメイクをするのは多分初めてなので、そう、肌から全部メイクして、あと髪の毛も、まあポニーテールなんですけど今日するのはそう、だから髪の毛も全部ショールームでやっちゃおうかなっていう配信でございますそう、そう、お家でね、バーベキューをする日なんですけど、そう、おめでとうなんです。そう、ここら辺誕生日が多くて、5月1日、昨日があの私のお友達の誕生日で、あの一番友達歴、何、友達の歴が長いっていうのかな、そう、一番仲良くしてるお友達の誕生日で、昨日が、で、今日が妹の誕生日で、で、5月15が私のおばあちゃんの誕生日で、だから5月はね、たくさんお金を使うんですよね、なぜか。そう、だからまあ、5月誕生日の方とかいるのかな5月はね、謎にね、そう、多いんですよ。ちょっと肌荒れが、うん、美容液、風が強くなってきたら、こうすごいね、すごい、なんか買ったんですなんかめっちゃいいって聞いたから、だから塗ってみた妹にはね、ちょっと内緒でお誕生日ペンと用意してあるので、そうなんです。ということで、早速メイクをしていきます。すごい、初めてだから緊張するな。ティッシュ持ってきますね。手が汚れちゃいそう、あるかな、手の届く場所にティッシュが、あった、アンパンマンティッシュ、軽くこうやって軽く肌を拭いてからやってます。そう、なんかホコリとかついてそうだからついてるかわかんないけど、なんかホコリとかついてそうなので、私はっていうか、そう、ちょっと早く前髪を止めて、めちゃめちゃすっぴんって感じで、今日さやもメイク配信するの何時からですか？私見に行きます見に行きます。スクショはあのメイクが終わってからでお願いしますそう、今日はね、すごい暑くてね、もう夏なんだよね。下もね、ショーパンでね、すごい夏なんだ。今ここが荒れてて、あんまり見せたくないので早くメイクしますということで、そう、今日めっちゃ暑いの新潟、大丈夫かなこれ、風強い。ということで、めっちゃ降る。下味。あの、公演の日は、ちょっと違うのなんですけど、休みの日は適当にします。休みの日はこれをさ、ペンってやるみたいな、もう本当に。ザ適当女でございます。めっちゃ適当にやっています。ではなんかこれはなんか塗るといいらしいので塗っときますみたいな。すごい新潟風強いな。暑いんだけど風がすごい強くて大丈夫かなって。そう、左はなんだっけ、なんでするんだろう。なんかメイクさんにやった方がいいよって言われたからやっときますって感じ。なんか肌荒れがしないらしいです、これを塗っとくと。
当にそうですね、残念な野球です。なんかなんだっけな、あの語彙力が汗だからないんですけど、あの公園とか汗かくときはもうちょっとしっかりしたの塗ってるんですけど、あの休みの日はあんまりお金をかけたくないんですよあの休みの日の化粧にお金をかけたくなくて、だから休みの日は全部あんまり普通の感じの使ってます、うん、別に崩れてもいいやみたいな感じだからそう、ちょっとこっからすごく変わるので、でなんかポンポンポンっていただきます。肌休められてる。あ、でもショールーム、でも肌はなんかあんまりやらないように頑張ってます、うん、でもちょっとあのずっとあれなんですよ、だらけちゃうんですね家で、だから普段からすることが多い。はい、で次はファンデーションです。公演の時はリキッドファンデーションっていうなんか水みたいなのを使ってるんですけど、休みの日はこれです。私はあんまり手を汚したくないので筆で塗ります。鏡が欲しいですね。なんかこんな感じで、これもなんか適当になんか肌荒れを隠すみたいな、適当に塗っていきます。そう、なんか手汚れるのが嫌いでだからどんどんこういう、あ、忘れてた、一個工程忘れちゃった。いや、忘れてたな、本当はチークを塗るんです、忘れてた。まあいいや、こんな感じで適当に塗っていきます。なんか休みの日は別に誰に会うわけでもないので、適当にあんまりしっかりしてないです。忘れてた、本当は先にこのチークを塗るんです。あのこうやってマニキュアみたいになってるんだけど、このチークを塗ってからするんですけど、今日は忘れたのでやめますやめます。サーヤ2時からメイク配信見に行こうコメントはしないけどみんな見てるから今日のメイク配信みたいで、お勉強します。サーヤのメイク配信を見て、見えるかな、でもバーベキューしてるかも、その時バーベキューしてるかもしれない、きっといなかったらバーベキューしてるんだなって思っといてください。でもさやのメイク配信みたいなもんけど、需要しかないじゃん。そう、女子は寝る前も起きた後もやる工程が多すぎますよね。わかります。うん、鼻にも塗っていきます。なんかあれですね、そう、ちょっと男の方にあんまり需要ないかもしれないんですけど、とてもとても変わる、もうこれだけで違うんですよ。すごい肌が綺麗になってません？最初と比べてほしい。そう、これだけでなんか全てがなくなります、顔の。そう、もうね、顔が布顔がプラスチックみたいに綺麗になりますね。わかるかな、絶対わかんないよ、こんな。そう、絶対わかりにくかった、今の。なんて言うんだろう、これは。ね、全然違うよね、これ。本当に、なんかこの、これと、これをメイクさんが使ってて、真似してみた。ただ真似した。だけって感じなんです。季節の変わり目ですごい肌荒れがひどいんですよね、今。はい、こんな感じ。適当とか言いながらだいぶこだわっちゃうんですけど、私。なんか、今すごいんですよね、肌荒れが。でも、やっちゃう。
こんな感じでーす。そう、全然違う。そう、化粧はね、依存してるんですよ。なんでだろう。でもやっぱり、まあ、もう全てが可愛くないんですけど、なんかやった方がマシになるからやっちゃいます。そう、まだ見れる顔になるみたいな。そう、もうね、朝起きた私とか多分みんな見たら絶叫すると思う。びっくりして、もうね、私なんかむくみやすい体質なのかわからないんですけど、あの、私上向いて寝れないんですよ。あの、横を向いてか、もう枕に頭をつけて下を向いて寝ることしかできないんですよ、なぜか。そう、だからね、なんかすごいむくんだから、こうやって寝るとね、こっち半分の顔だけむくんでるの、起きると。だからもう目がパンパンで、そう、だからね、なんか上を向いて寝れるようになりたいんだけど、寝るときによしって思って上を向くと寝れないんですよそう、上向くと本当に眠りにつけないんですよ。だからちょっと誰かいい感じのことを教えてほしい。そう、横かうつ伏せ、あ、じゃあ横じゃなくてうつ伏せの状態でこうやって横、枕をここに置いてこうやって寝るんですよだからそうでしか寝れないから、ちょっとこれは直さないといけないなって思ってるんですけど、なかなか直らなくて。そう、枕があってね、枕はね、本当に小学生ぐらいから同じ枕を使ってて、私あの普通の枕の形じゃなくて、あれなんです、クッションみたいな、本当に四角い枕しか使えなくて。じゃあ次、ファンデーションが粉に行きます。なんかこの粉でーすこの粉でーす。この粉をなんかポンポンポンってして、なんか本当はパフで塗るんですけど、私は筆で塗りたいがために一回ここにこんな感じで出しており、絶対見えないわ。 TikTok 見てありがとうございます。でこんな感じで出したら、あ、なんかトゥルースリーパー、私ね気になってるんだあれっていいのかなって思って、あのへこむやつですよね。そう、私あれ気になってて、なんかもうネットショップで見ない日ないぐらい毎日やってるじゃないですか、トゥルースリーパーって、お昼とかに。だからなんかこれ私が保育園ぐらいの頃から見てる気がするなって毎回思うんですよ。そう、本当に保育園、私が保育園ぐらいの頃からの CM やってますよね。 CM? ネットショッピング。そうそうなの。よいしょ、ね、トゥルースリーパー気になりますよね。使ってる人とかいないのかな。買っちゃえ、え、でもあれさ、高いですよね、割と。トゥルースリーパーって。でも、布団、あんま、でも、あんまなんか、何、枕が合ってないとか、味わったことなくて、だから、なんか、何が良くて、何がダメなのかよくわかんないから、そこにお金かけなくてもいいかなっていつも思っちゃって、そう。だから、枕とか、私、1000円しないぐらいのやつ使ってるのか。あんまり気にしたことないです。こんな感じでちょっとお話しながらだったんですけど、パウダーが塗り終わりました。ちょっともうちょっとつけたいな。なんかここら辺にがなんかベトベトしてるのが嫌なんですよ、私は。てかここら辺がベトベトしてるのも嫌だし、してる人もあんま嫌なんですよ。そう、なんかここがなんかテカテカしてるのが許せないんですよね、私なぜか。だからここにはもう絶対めちゃくちゃパウダーを塗りに塗りに塗りまくって、多分びっくりするぐらい塗りまくってですね。あとここに塗らないと髪の毛にねすごいくっついちゃうんで、髪の毛が顔に、ん？顔に髪の毛がくっついちゃうんですよ。だからここはもうゴリゴリにやっております。ハート500個ありがとうございます。宿泊先の、そう、私あの本当にクッションの枕でしか寝たことがなくて、
だからホテルの枕とか最初慣れなかったんですけど、ホテル泊まりにも慣れてきて最近その枕には慣れるようになりましたね。次に眉毛を描いていきます。あ、開かない、開いたそう、ゴリゴリに眉毛これで描いていきます。ケイト、これユナコから誕生日にもらいました。これもサーヤメイクの時にサーヤが使ってて、欲しいって思った時にはもう誕生日だったからユナコにもらいましたドラマ役ありがとうございます。綺麗な眉毛、あ、眉毛は多分これが正解かわからないけど、なんか自分で適当に整えてるので多分こんな感じになってるけど、ちょっと何がいいのかわからないです。眉毛にさまよってます。なんか眉毛って何がいいんだろうって思う。そう、はいはい、でも眉毛は生えてるので私は、だからなんかだいぶ適当めです。適当にやったら適当にぼかすっていう、本当に適当女です。こんな感じで、もうめっちゃ描くけどめっちゃぼかすみたい。そう、私ね本当にねぼかしすぎて眉毛が痛くなるぐらいぼかす。サーヤも眉毛、そう、サーヤなんか眉毛難しいみたいなことよく言ってるけど、私サーヤの眉毛の描き方が上手すぎてびっくりしました。このでこうやるとこっちばかりに合ってきたんで、次は反対分けにします。反対分けにするとどうしようかな。で、そういたしましたら何をするんでしょうか。私は乾燥してるな、乾燥しております。ということで目ですね、すごくすごくとても変わる目をしていきたいと思います。もうないんですこれ買いに行かないとだけど買えないからさ、ちょっとどうしようと、もうなくて困ってる。そう、前髪なしもいいかも、ね、あれなんですよ、私あのNGT に入って前髪を作ったん、あの入ってじゃないけど受けるとき書類審査の本当に受けるってときに前髪を切ったんで、それまで本当に前髪ない人だったんです。そう、前髪とか作ったことなくて最近作りました。なんか風が強いということで、なんかこれはなんか塗るといいらしいので塗っておきますってもんで、塗らなくてもあっても多分変わらないものでございます。で、そしたらそう、前髪は作るんだよ。そうあ、これもか、いっぱいありがとうございます。ダルマもハートもありがとうございます。そうなの、お買い物もね、あれ、あ、びっくりした、いけないのでね。ということでアイシャドウ塗ります、ね、こんな適当でいいのかなってぐらい適当にやってる。 TikTok は他の人のも見てますか。見てます。 TikTok あの元から好きな人なので、そうやる前からだから割と見てます。他のいろんな方のも、あの48以外にもね。そう、メイクのなんか外国の方ってすごい彫りが深いじゃないですか。目がグンって奥に行って眉毛がここが出てるみたいな、私はそういう目になりたいのでだからここになんかここ白とかじゃなくて茶色めのものを入れて、
目を奥に見せようとしています今はその工程です。でもあんま塗りすぎるとなんかどうしたのってなるから、ちょっと塗りすぎは注意ですね。そう、メイクってやればやるほど目はでかく見えるけど、やればやるほど大丈夫ってなっちゃうから、だからそう、それが難しいなって思います。こんな感じ、ちょっとほら茶色いんですよ。そうするとちょっとだけでも奥に見えますということで、次はピンク目のものをこれとこれを足して塗る。私もなんか毎回言ってるんですけど、本当にあの離れ目なのがすごいコンプレックスなので、コンプレックスにも程があるぐらいコンプレックスなので、あのこっちを濃い色を塗って、こっちにはほとんど何も塗らない感じですね。もう本当に離れてて、離れすぎてるんだよね。なぜかそう、すごい目が離れてる、ここの目の間が。そうだからちょっと困ってるんですよね。めちゃくちゃ離れる。新潟暖かいと思ったら割と今日風がありますね。こんな感じで、これも割と適当です。こんな感じ。そう、サイヤーがねピンクって言ったから、それからずっとピンクピンクを使ってる。素直な正直者です。ハートありがとうございます。そう、めっちゃ離れ、なんかもう離れ目気にしてることかの次元を超えた離れ目なんです私は。もうなんかそんな離れてないじゃんって思うぐらい人一倍の離れ目小僧なので、本当にそう、こうやってね分け目をねちょいちょい変えながらしないとすごい分け目になっちゃうので、あ、こうしたらですね、筆で、あのさっき彫りを深く見せたいみたいな感じのことを言ってたんですけど、その時と同じような目が袋になります。なんか涙袋もあんまり白いのが好きじゃなくて茶色を塗っちゃうっていう、変だなって思う。おすすめのアイシャドウある？私は今とにかくフロコを使っております。休みの、そう、休みの日のメイクには本当にさっきも言ったけどお金をかけたくないんですよ私は、休みの日のメイクにね。だから休みの日は本当にあのお金をかけたくない美容です。なんかお仕事の日はしっかりしたメイク道具を使うんですけど、休みの日は本当に別にあの誰にも会わないのにメイクしてるわけだから、誰にも会わない用のメイクでございますね。ここに黒目の下にピンク、でもいつもは何使ってるんだろう。もういつもなんか使ってるものが毎日違うからよくわかんないですね。すごい離れ目。はい、アイシャドウ終わりです。そう、おうち時間用メイクです。それだ、それです。おうち時間用のメイクです。にアイライン引いていきます。テープにお小遣いあげる、ありがとう。よいしょ。アイラインも最近買ったばっかりなのにもうなくなっちゃいそうということで、アイライン引きます。アイラインはあの黒目のこっち、なんか白目のこっちの白い目の方に塗ります。塗ります、描きます。なんか難しいけどこれでだいぶ違うんじゃないかなって思います。ちょっと取りたい。はい、こんな感じです。
そうだんだんね最初の顔を思い出してみんなで、私離れ目なのでこっち側に引きます。そうめっちゃ離れ目で、それを言ったらメイクさんにここを引きなって言われたので、ここを引いてます。だからこの黒目のところは塗らないみたいな感じです。これは多分私しかやってない気がする、私流のアイラインの引き方に。これは誰かがやってるのを見たことがない。そう、下から見て、そうアイライン引くの上手、初めて言われた。私引けなかったんですよ、最近引けるようになった。そう、いつからだろう、本当にメイクさんに引いてもらってから、きっとアイラインの重要性を知ってからかな。でも左右対称には引けないです、わからなくて。あ、やばい、見て垂れちゃった。こんな感じです、いけた。でも多分このアイラインなら誰でも描けます。あれどこ行った、キャンメイク、これなら絶対誰でも描けます。本当にこれがすご、これがすごいんです、私が上手いんじゃなくて。そう、オリジナリティを出していっています。ということで、そしたらまつげあげます。はい、あげます。すごい汚いこれ、そうビューラーってすごいすぐ汚くなっちゃう、汚くない？はい、ということでいきます。そう、なんかさ、この前さ、なんだっけ、半顔メイクをした時にさ、なんか男の人のメイクの話になったんですよね。それで男の人のメイクってどんなのがおすすめってなってさ、それでね、あのメールに送ってって言われたからね、メイクにね、男性がなんか買っても別にっていうか、買っても使える男性用メイク道具みたいなのをねあげたんですよ。そうで、今そのね、そのビューラーはどこ行ったっていうコメントが今たくさん来てるんですけど、あのあれです、あれはねすごいやりやすいんです、あれもすごい上がるんですけど、あのこっちの方が難しいんです。なんていうんだろう、そうだからこれは上用で使いますよ、ちゃんとこれこれでしょ言ってたの。これはあの、え、これ間に合うかな、これはあの下まつげ用に使ってます私は。でも 上でも使えます、だからすごい使いやすいです。だからこれはこうやって下をこうやって上げます、下げますか。そう、399円です。そう、これを上げます。すごい乾燥してる、リップはどこだ、うん、どっか行っちゃった。そう、マジでメイクしてみたい、やってみてください、多分楽しいです、ハマるんですよね、多分これはね男性の方でもハマる、楽しいもん。だってさ、自分がどんどんかっこよくなっていくんですよ、最高じゃないですか。そう、多分さ、男の人もメイクすればね、女の子のね気持ちがわかると思うんですよね。そう、絶対ハマります、メイクは。ちょっと上がりました、あれ、あーあったー、たらマスカラしていきます。あ、男性用ビューラーじゃないですよ、あの男の人ってメイクしたことなくてこういうの使いにくいじゃないですか、だからなんかできるよっていう感じ。ちょっと急がないとやばいかな、これ30分メイクしてるからね、話しながら。なんかでも最近まつげ美容液を塗ってたらまつげがね伸びてきたんです。そう、しかもねまつげがもう一段増えてるんですよ。そう、
もう一段さまつげが増えることって多分そうそうないんですよだからちょっと自分でもびっくりしてます。こんな感じです。そうでメイクってでも話しながらやってるからだいぶでかかっちゃう。でも普段の時間何分測ったことないで普段の時間は。でも急げば急ぐほど速くなる。それはするか急げば急ぐほどは速くなる。本当にあの一番お金がかからないメイクをしております。だからあの普段はマスカラ下地を塗るんですけどそれも塗ってないです。そう休みの日だから。そう休みの日でもメイクする理由はあれです。あのしっかり何顔が目覚めないんですよね、メイクしないと。だからそれと、あと何だっけ、あ、メールとか SNS がね、今できるのでそれ用の写真を撮りたいっていう理由で普段はメイクをしております。そう、それがなかったら多分メイクしないと思いますね。そう写真を撮らないとって思うからメイクするのかも。ということでマスカラが濡れたので乾いたらまたビューラーをするので涙袋の影を描いていきます。そう今日は格安メイクです。涙袋はなんかこことここを混ぜてこうやってガーってやって影を描きます。感じで太くするとクマみたいになってるから細くするんです。グッてやってほら違くない。涙袋、涙袋の大切さを身にしめる。全然違うんですよね。こんな感じです。全然違うよね。なんか謎に涙袋の影だけのすごい配信だと濃く見えちゃうんだけど、こんな感じです。終わりで、そしたら休みの日なのでラメもあんまり入れない。公演の時はなんか目がキラキラしててなんぼみたいな感じなのでキラキラさせて、チーク塗ってない。チークを塗ります。もうね使いすぎてこれはあの NGT に入った時だから2年前に買ってずっと使ってるんですよこれすごいけどすごいんだけどこれほどいいものに出会ったことがないのでこれをずっと使ってます。ということでチークはここに塗ります。サーヤがここに塗ってたから塗ってます。そうここにサーヤをこうやって塗ってた。そう私昔までもっと下に塗ってたんですけどここが正しいみたいですね。ここが正しいみたい。私ここら辺にずっと塗ってたそう本当にほっぺちゃんみたいな感じでほっぺちゃんは違うか塗ってたけど多分ここが正しいんでしょうね。はい、OK ということで、ちょっとほっぺちゃんハイライトはこの画面だよな。セランヌで、あ、キュークの蓋を閉めてね、工程がよく分かんなくて本当に今部屋の周りが
メイク道具が散乱してる状態なんですけども、ちょっと時間がないのでここにこうやって入れると光がここに当たりますということで、ここにもこうやってやるといい感じになるので、いい感じになるのでやっておりますということで、今日は鼻のこことここ、なんか私顔診断を前やって、なんか何回やっても鼻が長いって出るんですよ、この長さだから、ちょっとあの鼻を短く見せるためにいろいろしております。あと唇の上、あと眉毛のここ上、これもなんか外国の方って眉毛が出てるじゃないですか、何眉毛のところが前に出てるじゃないですか、そうで目が引っ込んでるから、これを前に出すためにここに入れております。はい、以上です、剃ります。はい、そしたら次はアイロンを、アイロンを与えます。髪の毛もやるので、はい、150度でいい、145度に温めます。めっちゃ急いでます。そしたらあのきかなちゃんからもらった、誕生日プレゼントにきかなちゃんからもらったこちらを、もうねこれずっと欲しくてね、高いんですよ多分、なのにきかなちゃん買ってくれてね、もう毎日使ってる。でなんかあの影をつけて、台風ですか、すごいよ風が、台風みたいで、この辺に、あ、そうリップは最後です。私はそう顔をね、顔がすごいでかいので顔をちっちゃく見せるためにこうやって、なんかこれはいくら塗ってもあんまり影つけてんなってバレにくい、あ、アイロンが温まりました、バレにくいものなんですよ。だからちょっとどん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 お顔を削っていきます。そう、ここで塗っといて、で、あとなんだっけな、どこだっけな、なんかここにね、ここにこうやって入れると鼻が短く見えるんだって、本当にそれで鼻が長いって入れたことをすごい気にしてるんですよ。だからちょっと鼻を短く見せるために毎日日々頑張っております。ということで、しまってしまって、あっ、はい、そしたら、おお、唇を保湿しておきます。はい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 、バーベキューのために私はメイクをしておりますあと何、あ、ビューラー、ビューラーでまつげを上げていきます。痛い痛い痛い、すごい上がったんだけど大丈夫かな、上がりすぎても嫌なんです、上がりすぎ、もうちょっと下がってほしいんだけど、まあいいや下がってほしいんだけどな、下もする、上がりすぎ、下がってほしいの、下もする、上がりすぎて気持ち悪いよ、やばいやばいやばい、まつげの沼にはまってる、上がりすぎて気持ち悪いんだけど、下がってほしいな、まあいいや、こんな感じです。ということで、前髪を、時間がない、やばい、これどうやってやろう、髪の毛、あ、こうやってやろう、見えないけど自分の顔自分の顔見えないけど、携帯の上に今鏡を載せております。自分の顔が見えないんですけど、どうなってるかわからない、こんな感じで前髪だけを出します。こんな感じで、そしたら前髪を、なんじゃこの髪の毛、いらないな、いらないよ、いらないって、はい、こんな感じでね、すべてを出したら、いらない髪の毛、はい、止めて、ここに真ん中にね、髪の毛を集めるの、多分今すごいことになってんだろうな、画面が見えないんですけど、
ひくひくひくひ、やばい、急いでる。アイロンかけます。でこう適当です。あかり、そう、本当にね、適当なんですね。あんまりこだわりがなくて、そう、本当は何個かに分けてやるのが正解なんですけど、私は適当にまとめてやってるから、多分こんな変な前髪になっちゃうんだと思います。ちょっとこれは後でワックスとかをつければどうにかなる。はいそう、ちょっと強めに巻いときます。前髪伸びたのかな、もっと巻く。あ、やべ、一人仲間外れに来ちゃったしといて、後でワックスをつけることにかなるので、そしたら、今日はポニーテールをするので、はい、あのポニーテールをしていきます。なんか私今触覚がたくさんあるので、触覚を選抜していきます触覚の選抜を開始いたします。ここからもうね、たくさん触覚がいってですね、私には。そうなんです。だからこれから触覚選抜をして、今日はバーベキューだから、バーベキューってポニーテールじゃないですか、やっぱり選抜に漏れたあの触覚さんたちはポニーテールの方に混ざっていただくって。あ、こんな感じですね。そしたらよし、結びます。もう気合いです、これは。もうめっちゃ汚く結んで、こうやって、あー、びっくりした。太い櫛でこんな感じでやるといい感じにまとまるので、あ、そうそう、こんな感じですこんな感じでまとまるので、じゃあどんどん。鏡なしでやるの初めてすぎて怖いんだけど、なんかここら辺にいろんな髪の毛があるんですよ、私には。いいや、こんな感じ。もうね、高さを出していきます。短いって、そんな長くない、長いけどそんなすごい長いわけじゃないので、こんな感じ適当に結びます。はい、その下がね、上手にできないんですよ。焦ってる、今何分？45分、あと15分で、そうしたらスプレーを固めます。これ鏡見てないけど大丈夫かな。鏡見てないのちょっと怖いんですよね。あ、こっちじゃなかった。そう、スプレーをつけたらこういう細い櫛でやるといい感じになります。私なんかあんまりぐちゃっとしてるのが本当に無理なので、もうピシッて、完璧にピシッてしないと本当に嫌なんですよ。で、そしたら下にも毛糸の、うん、下、ここです。ここにも毛糸をつけるんですけど、これがもうついてるかどうかわからないので、ちょっと適当に、そ
そう、果たしてついてるのかこれは分からない、どこにこれがついてるのか分からないんですよね。そう、え、そう、これ A 型出てますよね絶対。だから学校行く前とかすごい時間かかるんです私、髪の毛結ぶのに。これはめちゃくちゃ A 型が出てると思います。で、あとそのこの何、耳のここの境目がすごく嫌なんです私。ここもめちゃくちゃケープをかけまくります。ここ、そう、え、逆さまだとガスが出ないんですか、初めて知った。じゃあ人をやっても意味ないってことですね。あ、ドラマありがとうございます。こんな感じです。あ、もう下が気に食わないんです私。スプレーすぐなくなりそう。いや、すぐなくなりま、もう一瞬ですよこんなスプレー。こんなスプレーとか言っちゃダメだけど、一瞬にして消え去りますこのスプレーは。はい、こんな感じです。ということで、ちょっと残ってる毛がないか確認してから結ばないと。そう、結んだ後に下から髪の毛入れ忘れてる子がいるのが一番最悪で、結び直さないといけないから。鏡、あ、いい感じですね、とても。そしたらゴムで結びます。はい、だるまありがとうございます。ゴムで切れ目に結んだら二つに分けてこうやってギュッてやります。こうやってやるとの方が引っ張ると髪の毛を、そうするとギュッてなる。いい感じできました。で、そしたら、はい、はいはい、急いでる急いでる、今何時、48分。いい感じじゃないですか、いい感じ、とてもいい感じです。そしたら、これなんかヘアフレグランスなんかあんまりこのスプレーの匂いとかが好きじゃないのと、あと髪の毛をなんだっけ髪の毛に香水はつけないから、ちょっと髪の毛をいい匂いにしたくてこれをいつもかけてます。で、そしたらまだ前髪が終わってないんですよね、リップも塗ってないしね、はい、このこれすごいいい匂いするんです、このヘアワックスみたいな、めっちゃいい匂い、すごい匂いするんですよこのサラのやつ、めっちゃいい匂いする。前髪命っていう感じの人ではないんですけど、ちょっと一応前髪が私分厚いと思うので、これを、あ、爪の中入んないね、こうやって取って多分伸びるんですよ。触覚太くね、こっち、あ、ミスってる、まあいいや、こんな感じつけていくと私のいつもの前髪になります。そう、めっちゃいい匂い、柑橘っぽい匂いじゃないんですよ、なんか美容室の匂いです。そう、美容院に行った後ってさ、美容院のシャンプーの匂いあるじゃないですか、あんな感じの匂いがします。そう、はい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 、触覚も一本にこうやって固めて、いや、甘い匂いではないです、甘くないんですよ、もう本当に美容室の匂いです。あ、行ってる美容室が違ければ違うか甘い匂いってわけじゃないんだけど、これ何の香りなんだろう、ヘアスタイリング何の香りなの分かんない、でも380円って書いてあったのでドラッグストアとかに売ってると思います。どこで買ったか覚えてないんですけど、こんな感じです。ほら、さっき前髪重たかったんだけど、こうやることによって、あー、で、溶かせばいい感じになります。ほら、あ、すごいいい感じです。
な感じなんですよ。どうですか皆さん。急いですごい1時間で髪の毛も顔もショールームでお話しながらできる、とてもすごいことです。そう、前髪にスプレーをかけるのがあんまり好きじゃないので、私はこんな感じでワックスでやる派ですね。そうするとこうやって前髪が薄くなってくれます。そう、なんか前髪重いと印象が重く見えちゃうので薄くしてます。こんな感じ。あ、リップ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 は今日は何を塗りましょうか。でリップは今日はオペラに、あーどうしよう、手がベトベトなんですよねこれやるとすごい手がベトベトになっちゃうんですよ。でもいい匂いですごい匂い。これを軽く塗ります。なんかなんでだろう、茎色に色がある。軽く、あんまりリップこういうの好きじゃないので、こんな感じで軽く塗ってパンパンパンってやります。いや、ちょっと早めに終わってお話もしたいよ。またグロス、ユナコからもらったグロス、みんなからもらったものをねフル活用するんですよ私は。はい、完成。どうですか、いつもの私になりましたかね、最初と比べて。はい、どう、いつもの私になりましたか。なった、やった、あけけけ、どうすか、なりました。よしよしよ、バーベキュー、バーベキューのためのメイク配信でした今日はすごい、あの髪の毛から顔も全部やって髪の毛も全部やったの初めてかもしれない。どうでしょうかみんな、女の子は参考になったらいいなって思うし、男の方はあのぜひあれですね、私の変わりようにびっくりしていただけたらなって思います。髪の毛をここでやるの間違いだったの、やっぱりなんか私髪の毛がすごいたくさんになっちゃうなと思って、こんな感じです。参考にします、参考にしてください。全然違うよね、女の子ってすごいですよね。てかなんかメイクってものを考えた人が最近すごいなって本当に感謝しかないですね。こんな感じですね。あと何やってないのとかないですか。休みの日はあんまり豆とか使わないのでこんな感じでやっております、運転しております。うーん、そうじゃないかい、この状態でもう1時間、もう1時間ちょっとできないんです。私ちょっとあのバーベキューが待っておりますのでお楽しみの。そうでさ、ずっと家にいるとそんな お楽しみがなかったんですけど、今日はちょっとバーベキューってお楽しみすぎる回があるので、そうこれをたくさんつけていい匂いにしていこうと思います。これすごい匂いなんですよ本当にめっちゃいい匂い、いい匂いに髪の毛を伝えてって感じです、ね、もう片付けを始めている。そうなんです。楽しみだな。はい。ということで、今日はバーベキューの日のお家から一歩も出ないけどメイクをするという、そう休みの日に気合を入れる時のメイク配信でした。そう私が気合を入れる時はこんな感じでメイクをしてます。そう時間があるから焦らずに、今日はちょっと焦ったんですけど、あのゆっくりゆっくりゆっくりこうやっていろんなことをしながらメイクをして、で家に出ないから何思い切ったメイクもできる。なんか外に出るときはなんか失敗できないからいつものメイクがしないけど、冒険したメイクもできるっていうお話でした。こんな感じですね、うんあ、バーベキュー行くんじゃない、家でバーベキューをするんですけど、楽しみ可愛い子がかぼちゃ入ってたのよ
面白すぎる。それはそう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 、だから家にいるからこの前も半顔メイクができたんですそうなのよ。びっくりした。どうしようかな。そう、素敵なおうち時間を送っておりますそうメイクするとね気分も上がるし、今日一日頑張ろうって思います。だから頑張ろうって感じで頑張っておりますいつも。そう、お肉が食べたいね。私もお腹すいた。そう今日ね、私家族より今日起きるのが遅くて、みんなにね朝ごはん何食べたのって言ったらね、ラーメンって言われたんです。朝から何やってんのって言っちゃったよね朝からラーメンってすごいことするなって思った。そうびっくりしちゃった。朝からラーメンですか。後ろ髪、そんなに、あ、もうちょっと高くしたかったかも。だいぶ低いね。もっと高いつもりだった自分的には。焦ったからな。こんな感じです。そう、朝ラーいける派ですか私は重たいな。朝食べれないんですよ。何でしょう、朝ほぼ食べないんです。朝マジで食べれないんですよ。そう、そうなんですよいい女感メイクはしないけど昼からテレビの配信見たよかった。元気に今日も一日過ごしてください。バーナしか食べてない。私はねヨーグルト派ですね。そう最近ねビフィックスっていうヨーグルトにハマってて、もうねハマっちゃったらあのヨーグルトしか食べれないんですよもうあのヨーグルトが大好きで、だから本当にあのヨーグルトしかもう受け付けないんですよね。そう普通のヨーグルトよりちょっと高いんですよ。でもちょっとあれしか食べれなくなっちゃった。755にお願いします。 OKOK。 ドラマ100ありがとうございます。食物繊維のやつなんだっけな、ちょっと覚えてないんだけど、そうすごいお腹にいいお腹にいいヨーグルトです。そうなんです。あ、そうそうそう、ちょっと甘い。そうちょっと甘いから蜂蜜とか砂糖とか入れなくてもそのまんま食べれるんです。お洋服はかわいい、かなりかわいいの。全身写真、全身全身着たことないんですよ。着た普通にあれです、ショーパンなのでそんな着すほどのものじゃない。ブルガリア、ブルガリアじゃない、ブルガリアってちょっと酸っぱめですよね。あ、びっくりした。そうこのお洋服一回握手会で着たことあると思います。そう、まあ何分、あと1分。ありがとうございました早い、ね、ダルゴナコーヒーさ私作ったんだよ。でさ一回失敗しちゃったんだよね、ダルゴナコーヒー。そうなんかよく分かんなくてさあとなんだ、え、明日は結構まだ時間決まってないんですけど12時からやろうかなって思ってます。なので明日は、あ、11時かもしれない。明日って何曜日、なんかあった。ああ、なるほど。明日、じゃあ明日の人時間はよくわかんないんですけど、決まったらまたお知らせします。ということで、ありがとうございました。12時、ありがとうございます。皆さん、これから私はバーベキューですが、皆さんもおいしいお昼を食べて今日一日頑張ってください。ありがとうございました。バイバーイ。わあ、間違えた。バイバーイ。